はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、オープニング車内からということで、ちょっとね、いつもと機材が違うので音声がちょっと荒いかもしれないけれども、ご了承ください。ということで、本日はですね、ラーメンショップの中でトップクラスにうまいと昔からね、ファンの方はもう親しまれている、そんなね、人気なお店、ラーメンショップ牛久結束店さんに本日は伺おうと思います。いやね、もう僕もずっとこうネットを見てるとね、気になってたんですよ。気になってたんですけれども、まだ行ったことがなくてですね。で、基本的にラーメンショップさんって麺とかをね、まあ、本部からこう仕入れて、まあ、統一してね、使ってる、そんな店舗が多いんですけれども、牛久結束店さんは自家製麺で提供してるらしくて、もちろんね、スープもうまいみたいですし、麺もうまいということで、本日はですね、そちらのずっと気になっていたラーメンショップさんで大食いをしていこうと思います。で、もちろんね、本日も事前にね、お話をしておりまして、ただいま時刻が16時前ということで、比較的ね、空いている時間帯で、まあ、撮影いいですよって了承いただいておりますので、もう好きなだけですね、大食いをしていこうと思います。そしたらもうね、お店にはだいぶ近いところにいますので、早速向かっちゃいましょう。で、このお店周辺走ってるとトラックとかね、結構走ってるんですよ。やっぱりこう、お昼ご飯とかね、運転手さんが結構来ているんかな。それにしてもこういうね、遅めの時間の撮影の時は、もちろん撮影の時間までね、一日何も食べてないので、今日もめちゃくちゃ空腹でございます。がっつり食べていきましょう。はい、本日の目的地、ラーメンショップさん着きましたよ。待って、ほぼ満車じゃん、やばということで、ただいまですね、ラーメンショップさんに着きましたが、ただいまですね、現在時刻16時でも外待ちしてます。なので、ちょっと待ちつつですね、好き次第、撮影の方に伺いたいと思います。いや、すげえな、やっぱり、人気が。ということで、ただいまですね、こちらラーメンショップさんの店内に入っております。本日はですね、基本的なこの醤油のラーメンと味噌ラーメンで、もちろんですね、いろいろなトッピングをして注文しましたし、これはね、ちょっと欠かせないご飯物もね、セットで注文してあります。店内めちゃくちゃ美味しそうな匂い。もうね、空腹限界ですので、メニューが到着するまでね、もう少々待ちたいと思います。ということで、本日ですね、一杯目、こちら到着いたしました。ネギチャーシュー麺に味玉や海苔、そしてコテコテという油がね、増されるトッピングを追加で注文させていただいております。このビジュアルですよ、やばいですよね。早速いただきます。いや、これは絶対うまい。うまっ。しみる。ああ、じゃあちょっとね、早速この自家製麺いただきます。うまそう。うまうまっ。大盛りにしてよかった。これはね、こうよ、海苔、浸しまして、注文させていただきました。ライスと一緒に、この組み合わせでどうでしょうか。ですよ、この色味たまんないね。
か。ちょっと待って、これはね、冗談抜きで一度知ったら忘れられない場所だね。せっかくね、今回これチャーシュー麺で注文してますんで、このチャーシューと絡めてね、いや、トロトロ、完食してしまいました。ちょっとね、変わりまして、こちらミニネギチャーシュー丼でございますね。これと合わせていただきましょう。いや、それにしてもね、今回このコテコテっていう、もうね、表面に油がびっしりと敷き詰まってるんだけれども、ベースのね、醤油の風味がすごく濃いのか、全然こんだけ油入ってても味がね、ぼやけてないの。あった一杯目がこの味玉しかないです。大げさとかじゃなくて、マジでうますぎて、もう一杯目終わりなんだけど、終わり際でも一口一口にね、こうわーってため息が漏れちゃうぐらいうまい。ということで、ただいまですね、1杯目の、醤油のラーメンですね、完食させていただきましたが、今回はね、ネギチャーシュー麺注文したので、またね、値段は別ですけれども、通常の、まあ、デフォルトね、何もトッピングしないラーメンに関しては、550円。このご時世で安すぎませんか？スープもね、濃度すごいのよ。もうすっごく濃密なスープなのに、これがね、550円は安すぎる。絶対これ食べて。ラーメンショップさんのイメージがね、いい意味でガラッと変わると思う。こんなにね、濃縮なラーメンショップさん、なかなか食べられないよ。ということで、本日2杯目のラーメンが到着いたしました。ちょっとね、これで今日終わってしまうっていうのがもう悲しすぎるんだけれども、本日ですね、2杯目に注文させていただきましたのが、味噌のネギチャーシュー麺ということで、これ今回はコテコテで注文してないんですけれども、これ見えるかな？このスープにね、しっかりと油ございます。いやー、これもね、早速いただきます。まずはやっぱりこれもスープからだな。うま、味噌、うま。うま、うま。ちょっとね、うまいからってがっつきすぎた。すげえ熱い。この味噌すごい不思議。赤味噌っぽいこのパンチもあるんだけど、醤油っぽい香ばしさ、そんな香りもあったり、でやっぱりね、油のこのマイルドさでパンチがあるんだけど、こう優しさがしっかりあるのよね。
ちょっとこれはまた次ね、この牛久のラーメンショップさんに来るときに醤油か味噌か悩むわ。でしかもまだ今日食べれてない塩もあんのよ。悩むな。チャーシュー丼がうまいんだよな。じゃあちょっとね、一旦この辺りで店頭にね置いてある自販機で買った飲み物はこれ店内ね持ち込み可ですので、僕の大好きなねこの特茶で一旦口の中をリセットしましょう。やっぱりね、こういったこってりしたラーメンには特茶とか黒ウーロン茶とか苦めのお茶が合うわ。ちょっと食べてて思ったけど、この自家製麺すごいわ。普通のそのラースさんの麺だと結構ね麺が溶け出しやすいというか、こうニュルッとした感じの特徴があると思うんだけど、ここの自家製麺はね他のお店と比べてもやっぱり比較的ちょっとつるっとでかつもちっとしたような食感が強くて、いやちょっとこの麺でもつけ麺は気になるかもね。まあ、皆さんねこれからもう暑い時期ですので、ぜひねつけ麺もお試しください。幸せな時間はあっという間ということで、本日これが最後の一口です。ごちそうさまでした。ということでですね、本日はこちらラーメンショップ牛久結束店さんで美味しいラーメンいただいてまいりました。本当にね、なんて表現していいかわかんないぐらい幸せだった。通常のお昼時だとやっぱり外までね行列してるような人気店なんですけれども、カウンター席とかねかなりお客様も食べるのも早かったり回転する速度も速いので、並んでいたとしてもね結構ね早めに食べれると思いますんで、ぜひね気になる方、もうちょっと知っててもまだ来てないよって方もいらっしゃると思いますので、そういう方はぜひというか絶対に食べに来てみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルの活動も行っておりまして、こちらはね概要欄に書いてありますので合わせてチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、終わっちゃった。もっと食べて。ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回公開させていただきましたラーメンショップ牛久結束店さん、本当にねこれネットで調べたらすぐわかるんですけれども、ラーメンショップファンの方であればもう誰しもがここ美味しいとで行ったことがなければ憧れる、そんなねすごいお店なんですよ。で実際ですね、僕自身もラーメンショップさん好きなんだけれども全然ね行けてなくて、今回の撮影で伺えるという、まあ、お話でね了承いただきまして、でなんかもうすっごかったよ。すっ濃い。今回はね、いろいろとチャーシュー麺にしたりとか、あとはまあトッピングしたり、で、コテコテにしたりとかしてね、頼んだんですけれども、このラーメンがよ、通常の、デフォルトのメニューであれば、現在で550円で1杯食べれると。もうね、ちょっとありえないぐらい安いし、その550円出てくる
クオリティではもうない。もう本当にありえないことだらけ。一口目食べた時から興奮が止まらない撮影でございました。いやまあこのね、今このエンディングでね、お話ししている熱意で伝わるかと思うんですけれども、本当に絶品のお店さんでございますので、ぜひですね、皆様もこのラーメンショップ、牛久結束店さんで美味しいラーメン食べてみてください。で、本日の雑談コーナーということで、ちょっとこの編集現在、ではですね、昨日を、僕の地元のラーメン屋さんであるラーメン枠井というお店のね、動画を公開させていただきました。まあ普段ですね、動画を公開すると、ここ行ってますとか、ここら辺に住んでるけど知らなかったみたいなコメントをちょこちょこもらうことはあるんですけれども、前回の枠井さんに関してはですね、圧倒的にこう言ってましたとか懐かしいみたいなコメントいただくことが多くてですね、もう本当に僕自身も子供の頃あの辺り周辺に住んでてすごく思い出の土地なのでね、なんかそういったコメントを多数いただけることがすごく嬉しいなと思いました。本当にですね、なんか僕にとっては、当時で言うとうちのね親父は長距離のトラックドライバーをやっていたので、なかなかね家にいることも少なくて、休みでもやっぱりどうしてもこうなんていうのかな、遊びに行くってこともなかったんですけれども、その限られたこの親父との外出の中で食べに行ったようなラーメン屋さんだったので、そういったね僕にとってのすごく歴史というか思い出の深いっていうのかな、まあそんなお店さんでね撮影できたことがすごく嬉しいなっていう部分もありましたし、やっぱりねなんかこう外食が好きっていう原点はねそういったところなのかなと思っております。ぜひですね皆様もやっぱちょっとこのご時世ですので、昔通ってたこのお店さんがいつなくなってしまうかわからない、まあねそんな時代になってますので、とにかくもう気づいた時にですね、こう懐かしいお店行ってみて、この味好きだったなーんていう、まあ、思い出をね振り返ってみてください。ということで本日の動画はこのあたりで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。